テラ食べます。カステラを食べます。あー、すでに美味しそう。切ります。切るけどね。まあ私の両親が痛むので切るんですけど、人としての両親が痛むので切ります。すごいおいちちょう。切るのめんどくさいな。まあ、ちょっとずつ食べますよ。ちょっとずつ。さすがに。見てて。うまっ。うんうん、おいしい。めちゃめちゃおいしいです。いや、激うまだわ。明日から ベリベリデリシャス。マジで美味しい。美味しい。なんでこれさ、こんなに美味しいんでしょうか。冷やして食べるのが美味しい。美味しい。なんでショールームをやっちゃうねんちゃうねん。ショールームあのね、アルバムの写真会のお洋服の話しようと思ったの。なんかさ、11月の23日、 JK、 これさ、普通の制服にするのかキャラの制服にするかすごい迷ってて、いや、ていうかやりたいキャラのコスプレ、制服のね、キャラのコスプレがいっぱいありまして、迷ってるんですね。いや、私もどっちもやりたいし、なんかみんなも意見分かれてて決められない。アルバムで初めましてします。やった、待ってます。同じ日で衣装変えたりする。え、そう、それも正直考えてる。それやりたいから、コスプレも制服もやりたいから、その日に確かさ、
4578部だった気がするから45と78で変えようかなって思ったり、そうなんだかんだ制服何回もやってるんですよ。でもさ、キャラのコスプレもさ、まあ種類がいっぱいいるわけですよ、可愛いキャラクターさんが。でもさ、なんか私の中でやりたいんだけどさ、なんかアニメキャラって髪色ありきみたいなところあるじゃないですか。だからなんとも言えない。なんか五等分の花嫁のニノちゃんやりたいんだけど、なんかニノ、五等分の花嫁のキャラってさ、ニノなんか髪色ありきじゃない？って思ったから、そう思ったら黒髪系のキャラがいいよなってなっちゃって、まあ春日はやりたいじゃないですか。春日はやりたいけど、なんかどうなんだろうって思ってしまったり。私、あとさ、ちょっと待って、広っ、よいしょ。あとさ、なんだっけ、制服さ、23日は制服で決定。うん、一応制服は着るっていうのは決定で、普通の制服着るにしてもさ、なんかなんだっけ、ブレザーかセーラーかジャンパースカートタイプか、なんか私はなんかセーラーとジャンパーやったから、もうなんかジャンパースカートタイプもありだなって思ってるんだけど、どうなんでしょうかって思ってます。私ジャンパーやりたいんだけど、なんか結構セーラーとかの方が人気ありそうな感じ、どうなんですか。なんか Do the Dance とか、どうしても君が好きだとかのジャンパースカートみたいなやつ着たいんだよ。でもなんかみんな的になんかセーラーとかなのかなって思ってますね。どうし、ジャンパースカートさ、ひなちゃんの小学校のさ時の制服ジャンパースカートだったからさ、小学校再現みたいな、懐かしくて着たいなって気持ちもあり、ありなんですよね。ジャンパースカート。小学校の制服多分残ってるけど、もう短いよ。ちっちゃいから。校章ついてるし、バレる。小学校ジャンパースカートだったから、小学校時代を再現、ジャンパースカート本物はちょっとバレるわ絶対。
どんな、でもめっちゃシンプルだったんだよね。ランドセル、うわランドセルしようのちょっとありだな。でも私ランドセル持ってないんだよ普通のやつ。黒のさ交渉入ったやつしか持ってないからさ。うわちょっとありなんだよな、ランドセルしょいたいわ。でもないの、ショーランドセルがないの、私ショーランドセルがないのよ。調べてる。黄色い帽子はかぶったことないっすね。制服の帽子ものやつだったから。交渉ついてんだよランドセルに。バレるから無理だわ。もう重きし書いてあるんよ。なんかでもジャンパースカートは、これジャンパースカート、わお、そうジャンパースカートの小学校って意外とない。今調べてるんだよね。でも意外とあるある。バレるからダメです。一能剣のカバン持ってないよ。塾は行ってなんか、おバカすぎて入れないわ。ジャンパースカート着ていい？めっちゃ着たいんだけど、個人的に私が着たい、私が着たいんだよね。ジャンパースカートの小学校あんま色言ったらバレるから言わないでこ。着るね、じゃあ私が着たいから着るね。私が着るわ。ランドセルに交渉大体多分私立なら入ってる。ひよね、じゃあさ、4、5のどっちかそれ着るから、半分のさあれし、半分のさコスプレの制服さ考えてくれない？一緒に考えよう。制服のキャラコスプレ何にするか。ニノかハルヒか他ある？まあまあさ、いっぱい無限にはあるんだけど、推しの子ね。推しの子ってどんな感じだっけ。なんでさみんなさ制服好きなの。制服みんな好きだよね。何が好きなの制服の。私も制服好き。歩いてる女子高生見たらニヤニヤしちゃうぐらいには好き。私の中高も制服可愛かったな。なんか今見ても可愛いわ。なんかさ学校のホームページ見てさ、なんか知ってる先生がさいるとなんか笑っちゃうよね。
超どうでもいい、制服大好き。私めっちゃ小学校も中高もめっちゃ先生になんかお世話になってるタイプの生徒だった。めっちゃ推しの子コスプレ、コスプレ、よいしょ、どんな服だ、制服、うん、なんかでっかいリボンか。うわー、これのアクアめっちゃかっこいい。あい、わー、ルビーもめっちゃかわいい。アリスね、迷います。ほ、補習、補習常連でしたよ。めちゃめちゃ補習常連してました。どうしようかな。火鍋って美味しいの？火鍋めっちゃ美味しいよ。マジで美味しいよ。超美味しい。食べた方がいい。どうしようかな。マーラータンとどっちがいい？火鍋。火鍋の方が長く楽しめる。マーラータンはもうそのなんかラーメンみたいな丼だからそれ食べたら終わるけど、火鍋はもうしゃぶしゃぶし続けたら一瞬で食べれるからね。うん、制服何にしよう、何のキャラがいいかな、本当に思い浮かばない。あの制服はあの学生キャラ限定でお願いします。うん、リコリコリコリスリコイル、ちょっと可愛い系だよね。ちょっと非日常感、非現実っぽい感じね。あー、うわぁ、ミューズ熱っ。わぁ、ミューズの制服熱いっすね。ラブライブさぁ、サンシャインだとさ、セーラーなんだよね。サンシャインのさ、セーラーバチバチに可愛いよね。ガルパン、ガールズパンツァー知ってる。うわぁ、ラブライブサンシャインの方が、私制服はサンシャイン、あの制服はサンシャインの方が好みだが、しかしミューズが好き。わあ、めちゃめちゃあり、ありっすね。あ、もう選択肢が増えてるわ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。日程、そう、足りない。やりたい服と日程がさ、足りてない。
版は1月23日と1月19日確保。あ、嬉しい、ありがとう、いっぱいありがとうね、みんな。どうしよう。なんか春日はなんかどうなんですか、鈴宮春日ちゃんって。どう、みんなどうなの、みんな。私は春日大好きなんですよ。迷うよ、制服。迷う、青春です。わかんの、もう。そう、春日は去年のハロウィンでやってたの。そう、あれ以来やってないんだけど、北子の制服めっちゃ可愛いんだよね。じゃあ投票する。まあ、投票しても、そうなの、今日、今回ね、午後からなんです、練習。じゃあみんなにもう一回日程言おう。そうなの、聞いてよ、聞いて、午後からなんすよ。11月23、24パシ横、パシフィコ横浜4578部。ちょっと夜だから逆にあれかもしれないですけど、皆さんぜひ来てください。そして幕張、これ対面の写真会ですね。12月14、151月18、19幕張1245部。そこで一部からなんですが、45部行きやすいのでぜひ皆さん来てください。そしてオンラインは12月21と22 4678部でございます。チュバルチー、朗報です。 NMB からはしごでパシ横、なんと超朗報。それそれも朗報。どうしようかな。じゃあ投票するね。空気清浄機の音はちょっと皆さん無視してください。待ってよ、制服ね。ちなみにやるなら私はマキちゃんが好きですね。あれ、マキちゃんしか勝たないってわけですよ。マキちゃんしか勝たんのさ。ミューズのマキちゃんのコスプレか、なんだっけ、あ、春日の北高の制服か、五等分の花嫁のニノちゃんの制服ぐらいにしとこうかな。写真見せる。
ニノちゃんの制服青いんだよね。これ髪の毛はもう地毛でやりますよ。えマキちゃんの制服ね。マキちゃんが可愛いわ。これか、ニノ五等分のハンドネームのニノちゃん。ニノちゃんってリボンとかつけてなかったっけ。つけてないわ。ねリボンとかつけてなかったっけ。なんかもう記憶が曖昧だわ。ちょっといい感じの分かりやすい写真を探しておりますわ。わあ髪切ったニノちゃん超可愛いんだよね。大好き。可愛い。なんか分かりやすい写真ないかな。うん、これか。これ分かりやすいな。え顔がかわいい。じゃん、これこんな感じね。まあ制服っぽいかちょっと分かんないけど、まあこんな感じです。これね竹達さん。あとなんだっけ、あれだ、春日、春日はいつ見ても可愛い。それだけは間違いない。春日のビジュアルは永遠に大好き。春日かわいいな。毎度毎度いい感じの写真が見当たらないという話する。うん、これでいいや。ありゃどれがいいかな。投票するね。ちょっとね、春日これでいいや。これじゃん、青いセーラー服。よし、みんな決めた？どれか投票するね。そう、定番中の定番ですが、じゃあ1がどうしよう。キャッ、だってでも推しの子も捨てがたいな。推しの子も一応入れよう。うん、推しの子の制服も非常に捨てがたいから入れるね。制服
まあこのちょっと辛いけどこんな感じ。オッケー。1が一番最初に見せたラブライブのミューズのマキちゃん。2が五等分の花嫁のニノちゃん。3が春日北高の青いセーラーを。4が推しの子ね。投票開始。さあみんなどれになるんでしょうか。おお。現在投票中でございます。1がラブライブのマキちゃん、マキちゃん制服。2が推しの子のニノちゃん。3が春日の制服、青いセーラーで。4が推しの子の。2つ投票できるの？でもいいけど。ぜひ皆さん投票してね。みんな投票し終わったら教えて。投票閉めるから。ステラ美味しいです。お？できた？じゃあそろそろ閉めますか。じゃああと15秒で閉めるね。うん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 。5 4 3 2 1。投票終了。うわ？つまりどれ？あ、え、めっちゃ僅差じゃん。ニノちゃんだよね。イエーイ。じゃあ五等分の花嫁のニノちゃんやります。え、推しの子意外と人気だった。入れてよかった。投票すごい 0.8% しか変わんない。あよミューズだけちょっと低いんだ。春日、じゃあニノちゃんに決定。ヘアアクセ当たり前つけるじゃん。当たり前、あれあってこそのニノですから。つけますせ、当たり前じゃないですか。まあ、まだまだ多分あの私の AKB 人生は長いので、いつかの握手会やら写真会で来ます。他はマイクが氷の中。どう？戻った？あ、よき、よきよき、治った。なぜでしょうか。譜面台の上に置いてるからさ、音なっちゃう。ニノちゃんね。決定。え、どっちさ、ジャンパースカートをさ前半か、ニノちゃん前半か。全部みんなに委ねる。
まあ4578だからみんな来やすい時間帯ではあると思うんだけど、全部任せる。どっちが前半でどっちが後半がいい？うん。あ、2の前半が多くない？何食べてるの？カステラ。食べ過ぎだわ。2の前半が多め。な予感してる。美味しそうでしょ。カステラ。じゃあ2の前半にしよう。 100g あたり304カロリー。見えない見えない、カロリーなんて知らない。ふう、おいしいな。これで900カロリー。なんだと？一時期カステラ爆食いしてたらめっちゃ太ったからお気をつけて。終わったわ。写真会までにひなちゃんがもうありえないぐらい爆太りしてたらどうしよう。写真 NG にしちゃいそうなぐらい太りそう。もうどうしよう。まあいっか。まあいいでしょう。動こう。走ってこようかな。ランニングしよう。ランニングしていろいろして、ランニングして走ってカロリー消費して、サウナ入って汗流してカロリー消費して、サウナ入って汗流して走って汗流してサウナ入って汗流してカロリーを全部汗とともに流そう。そういうことさ。あと地味に今日は誰に恋をする公演出てなくて忘れちゃいそうだから家で自主練して痩せよ。そうよ、ジムはもう大会したから。結論なんだっけ。そう、なんかね、てかね、もこもこパジャマオンラインでさえちゃんと一緒に着るから、みんな絶対にこの日は撮ってね。12月21日さえオンラインさえちゃんと一緒にもこもこのモフモフパジャマ着るから、絶対絶対にみんな来てね。オンライン撮ってね。絶対に撮ってね。絶対いっぱい写真撮るから。
もうフォルダーもうストレージがいっぱいになるぐらい写真撮るから、さえちゃんと。まあ、でもこれさ、なんか一緒にこれの経緯はさ、正直さもう流れみたいなもんでさ、なんかさえちゃんがモフモフパジャマする、私モフモフパジャマしたいな、いつやろうかな、この日にしようって言ったら、なんかさえちゃんもやるって言ってて、いつにするの、あ同じ日じゃん、じゃあ一緒にやるかっていうだけなので、なんかあれですけど、まあ一緒にやるので写真撮るから、みんな絶対にみんな見てね、オンライン撮ってね、モフモフのテラピケパジャマ着るからね、もうまばたき禁止だからってな話でしわ。まあ、トータルすると決まったね。私のおすすめ会していいですか、これ写真いろいろ、まあ、ちなみに皆さんなんかどこ気になってますか、なんか気になってる日ありますか、私がプレゼンいたしますわ。もう今回の服、瀬取りじゃないけど、私の今回の写真会洋服セットリストですね、もうとってもとっても気合が入ってまして、全部捨てがたいんですよ。いやなんかそう、とってもとってももう気合が入ってて、全部もう全部私ね、猫黒猫が気になっていると。なんかみんな気になってる日あります？12月全部おいで。そうです出演者からっていうのサイコさんみたいなちょっと可愛いお洋服っていう、ニットワンピはですね、まあ、何着るかまだ決めてはないんですけど、まあちょっと可愛いのを着ようかなって思ってて、まあ私は正直オフショル大好きおばさんなので、オフショルのちょっとミニのニットワンピ着ようかなって思ってます。ただただ私が着たい服、私が好きな服ってだけなんですけど、私なんかもう洋服界だったら正直オフショルがワンツー争う、オフショルとミニスカートがワンツー争うぐらいで好きなんですよ。もう夏のオフショルも大好物なんですけど、なんか冬のちょっと露出してるなんかオフショルとか大好きなの、ありえないぐらい大好きなんですよ。まあ、だからそういうのを着ようかなって思ってます。みんな来てね。ねえ、てかね、ブーツめっちゃ可愛いの買ったんです。だからさ、それ履こうかなって思って、ショートブーツ。ねえ、見せていい？ブーツ可愛いから。見せていい？マジでさ、超可愛いんだよね。ちょっとみんな喋ってて。
戻ってきた。見て、可愛くない？可愛すぎませんか、これ。この美獣がとてもちいかわなんです。かわちいんです。このショートめなやつなんですけど、ガチでかわいいので、もうこれを履く予定でござんす。かわいいでしょうって感じでした。これにさ、ニットとワンピとか着たらさ、絶対かわいいじゃん。ってことよ。まあ、こんな感じでした。っていう感じなんですけど、黒猫さんでしょ。あとみんな気にね、黒猫絶対みんな好きだよ。絶対みんな好きなんだよね。まじ、まだ何着るか詳しくは正直決めてないんですけど、まあイメージ、でもイメージで見せたらさ、絶対なんかそれ着るって思いそう。だからちょっと何とも言えないんですが、どこだっけな、なんかめっちゃ私が可愛いなって思ったやつがあったんだよね。ちょっと待ってね、探すね。え、でも絶対好きだと思うんだ。私好きだもん、こういうの。どこだっけ。どっか行っちゃった。見当たんなくなっちゃった。でも黒猫かわいいでしょ。絶対みんな好きだよ。それしかさっきから言ってないけど、そうです、ドボンのスタンプのニャンニャンヒニャノを使う時が来ました。ね、本当に出てこなくなっちゃったんだけどさ、なんで？本当に出てこなくなったよ。にゃんで、あー出てこなくなった。オフショル嫌いな人ってさ、人類でいるのかな。私オフショル大好きなんだけど。あった。でもさ、これさ、確実に着るとは言ってないんだけど、このさ、チェックのリボンとこれが私的にさ、超ハマったんだよね。大好きって感じ。ねえ、これ探しててさ、見えたんだけどさ、可愛くない？え、でもさ、これ見せたらこれ着るって言ってるようなもんだよね。まだ迷ってるの。見せるか迷ってきた。候補の一つだから。でもね、このなんかリボンがチェックなんだけど、ちょっと AKB を
こう一応ね、そう期待しないで、これ着るとは確実に言ってないから。これめっちゃ可愛くない？これ可愛くない？私めっちゃこれ可愛すぎてさ、普通にもう私服で欲しい、私それ持ってるんだけど、それは大いに持ってるんだけど、それぐらいの勢いなんだよね、欲しい。めっちゃ可愛くない？え、超可愛くない？これすっごい可愛くない？これ私もうこれこの服超一目惚れしてるんだよね。ちょっとこれ値段のマークがなんか嫌だ、ちょっと切って見せたい。え、めっちゃ可愛くない？このさチェックのリボンすごい可愛くない？ありえんぐらい可愛いんだけどって感じ。めっちゃ可愛くない？あれれれれれれ。ちょっと待って、うまく出ない。え、可愛くない？ちょっともうちょっといい感じで写真保存したらいいのか。で待って、着るとは言ってない、参考程度です。参考、めっちゃ可愛い、超可愛い。参考、あくまで参考ね。あ、縦にしたらいけるわ。可愛くない？これ超可愛いわ。お、でも M だな、身長大きいから。しかもこのモコモコってところがさ、また可愛いのよ。でも。でもさ、もうさ着て、もう見せてしまったら着るしかないって感じですか、これね。さ、これでさ、私がさ女のアイドルのファンだったらさ、こうやってやってほしいポーズで、私ファンアイドルね、やってもらって、ファンの私はニヤニヤしたい。分かった、切るこれ切るわ、これ切る、これ着ます、これ着ます、うん、これ着ますよ。多分ね、多分だから、多分、まあこんな感じですね。まあでも、はい、こんな感じでした。あ、そんな、てかでもさ、全部捨てがたいでしょ、この日程。正直全部捨てがたいでしょ、この日程。みんな来てね。
もうプレゼンしたんだから、プレゼンさせていただきましたよ。うふん、じゃあまあでもお好きな時に来てください、マジで。はい、皆さんお好きな時に来てください。あの無理せずで、はい。もういいよね、プレゼンする日ないよね、もう。あ、ロリータ、ロリータさ、めっちゃさ、まだ何も着る決めてないんですけど、ここで全部決めようみたいな、まあ、ディズリサ、なんかディズリサかアンクルージュかなって思いますね。ディズリサ、アンクルージュ、毛がやっぱ可愛いんじゃないですかって思うんですよ。思うんですよね。ワンピース、ハーフツインとか、わあわあかわいい、わあかわいい。で、かわいいね。ちょっとどんなの着るかは、まあ、決めてないんですけど、そんな感じかなって思っております。ぜひ皆さん聞いてねって感じでした。結構決まったよね、ほとんど全部。ってな感じですわ。うん、全部。あ、サンタコスの髪型は決めてないんだけど、ツインテールは絶対したいでしょ？ツインテールのサンタさんでしょ？もう一個はまあ迷ってるけど、いずれ決めます。じゃあみんなに会えるの私は楽しみにしております。無事カステラもほとんど完食しましたし、とても有意義な配信になった気がします。ツインテール、あとなんだろう、ハーフツイン、なんだろうね。今日も来てくれて、そう、早く決まってよかった。でみんながリクエストしてくれたおかげでございます。早く決まったの、ありがとう。で、早く昇格して髪巻き巻きしたい。楽しみだね。昇格したらいっぱい巻き巻きしよう。うわ、最悪。じゃあバイバイ。あ、ランキング読もう、ランキング読まないと。アンネームのイベントの髪型も随時募集しております。ライブランキング読みます。1時間経っちゃった、もうすごいね。私タワーとか見逃してないよね、大丈夫だよね。最近話してて忘れ、読みちょっと読めてなかったりするので、
読ませていただきます。ランキング、13位渡辺三郎さん、初めましたかな、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう来てくれて。12位橋本直也さん、ありがとうございました、嬉しい。11位はやりんごさん、ありがとうございました。ごめん。10位 SK さん、ありがとうございました。あ、どこ行ってた。9位ももちゃん、ありがとうございました。8位ガンバレッドさん、ありがとうございました。7位まなみちゃん、ありがとうございました。6位りょうさん、ありがとうございました。5位ひらばさん、ありがとうございました。4位三号楽たけさん、ありがとうございました。3位ももの旦那さん、ありがとうございました。2位ナーラブさん、ありがとうございました。そして1位つなちゃん、ありがとうございました。本当に本日もありがとうございました。嬉しい、みんなありがとう。そう、アンネームはね、髪型自由なのだから随時募集しております。この前はねクラゲさんやったんですよ。この前はクラゲさん、そう、一昨日の学祭はクラゲさんの髪型やりまして、クラゲさんやったり、でも普段はもうツインばっかやってたり。でもクラゲさんはちょっとなんか、私なんかひんちゃん髪の毛揺れるのが好きだから、やっぱツインがいいなって思ったりしましたね。そうなんし、じゃあもしかしてみんなひなちゃんにコメント送ってくれるだけとかしてくれるんですか。え、みんな、でもみんなクラゲめっちゃ好評だから、またクラゲやるね。クラゲめっちゃ好評、やります、またやります、絶対。じゃあ30秒だけひなちゃんがコメント読むだけ大会しようかな。よーい、スタート。コメント早、コメントが急に早くなってきちゃったよ、読めなくなってきちゃったじゃん。あ、もうすいません、黙読とは思わなかった、すいません、黙読させていただいております。私がニヤニヤするだけです、何の需要もあれもないんですが。ありがとうございました。今日も皆さんありがとうございました。写真会待ってるね、みんな。
オンラインのワンショットも待ってます。なんか今回色紙の色紙なんだっけ、なんかでもそう色紙なんていうの、そう柄が違うらしい。二度楽しめる。あ、アンレイムリミスターあります。ま告知ばっかでごめんごめんなさいなんだけど、アンレイムリミスターあるので、なんかもしなんかあれでしたらぜひ、私初めてなんだけどリミスター、みんなぜひぜひそれも、はい、とかかな。そうなんす、そうなんす。ってことで皆様いっぱい会おう、いっぱい会おうね。写真ポーズ何にしようか、ハート、にゃんにゃんしたいね。楽しみにしてるね。今日も配信ありがとうございました。バイバーイ。